はい、こんにちは、シャスカです。今回は何もやる気がしない時が最も貴重というお話をしたいと思います。まあ、一見ですね、やる気がしない時っていうのはなんか一番、ダメな時間っていうか、ダメな時っていうかですね、何とかしないといけないっていうような時期っていうふうに思われがちだと思うんですね。でそれがその他人からの評価だったり社会的な価値っていう意味では確かにそうだと思うんですよね。何にもやってないってことは、誰の役にも立ってないし、全然社会に貢献できてないわけですから、一見無駄なような感じがするんですけど、でも実はこういった時が自分自身にとっては一番貴重なんですね。でどういうことかっていうと、私たちはですね、生まれた瞬間から必ず他人と関わり続け、他人からの情報を浴び続けている人生なんですね。生まれた瞬間も必ず、親とか親戚とか保護者とかっていった人たちがいるわけですよ。で、常に自分の耳には何らかの情報、言葉っていうのを浴び続けているんですね。だから自分の気持ちっていうのがわからないんですよ。こういうふうに思った方がいいとか、こういうふうに考えた方がいいとか、そういうふうにこう他人に全てこう価値観を作られていってるんですね。でもっと言うと常識に洗脳されていくわけです。で、そうした時にですね、じゃあ夢は何ですかとか、ゴールは何ですかとか、目標は何ですかって聞かれた時は、まず 99.99999% 誰かから聞いた夢、誰かから与えられた目標っていうのを答えるんですね。例えばそのいい高校に行った方がいいとか、いい大学に行った方がいいとか、いい会社に就職した方がいいとか、出世できるように仕事を頑張った方がいいとか、そういったことっていうのは全て他人から与えられた夢であり目標なんですね。もしくはこんないい家に住みたいとか、こんな車に乗りたいとか、そういったのも全て他人から与えられた夢であり目標なんです。で、その時に、なんでってこういうふうにこう疑問に思える人ってほとんどいないんですよね。なんでいい高校に行った方がいいんですか？いや、それはもう常識でしょうと。なんでいい大学に行った方がいいんですか？いや、そんなの常識だよと。ね、いい会社に就職した方がいいって、そんなの常識だよ。誰もそれが本当にその人に幸せとか幸福をもたらしてくれるものなのかっていうのを考えてみたことがないわけですよ。疑問に思ったことがないんですね。でもそれらをずっと追い求めているうちは一生真の幸福っていうのを得ることはできないんですね。なぜなら本当の幸福っていうのは外から与えられるものではなく、内から感じるものなんですよ。そう、何かが与えられたから、だから幸せなんじゃなくて、幸せだっていうふうに本当に思えてる時が本当に幸せなんですね。つまり本人が本当にやりたいことをやれている時が幸せなんですよ。そのやった方がいいとか、やるべきことをやってる時には真の幸福っていうのは得られないんですね。あ、これはやった方がいいなとか、これはやるべきだなって思ってることっていうのをやってる時っていうのは全然こう幸福じゃないんですよ。そうじゃなくて本当に心からやりたいって思えることをやれている時だけに真の幸福っていうのを感じることができるんです。それは絶対に外からもたらされるものではないんですね。だからいい高校行った方がいいよ、いい大学行った方がいいよ、いい会社に入った方がいいよ、昇給した方がいいよ、出世した方がいいよ、こんな場所に住んだ方がいいよ、こんな車に乗った方がいいよっていうのをずっと追い求めて、学歴、地位、権力、名誉、お金、他人からの評価、こういったものを追い求めてるうちっていうのは、例えはあまり良くないですけれども、目の前に人参をぶら下げられて、それに向かってひたすら走るっていう人生なんですよね。でその人参を手に入れることができたら幸せっていうふうに思わされてるわけですけど、その人参には実体がないんですよ。幻想なんです。それらが自分に真の幸福をもたらしてくれるってことはないんですね。これはもう満たしてみればわかります。もう満たせばすぐわかるんです。例えば学歴が本当にその人に幸せをくれるかって言った時に、他人からの評価とはいいと思いますよ。あの人はいい大学に行ってるとかね。
でも本人は全然何とも思ってないし、全然こんなもののために一生懸命勉強したのかっていうぐらいしか感じることができないんですね。それは別に学歴以外も全てそうです。地位も権力も名誉もお金も他人からの評価も全てね。そういったものはこう世間体はすごくいいですけれども、実際本人が心から満足して生き生き、真の幸福を感じながら生きてるかどうかとは全く関係がないんです。本当の幸福っていうのは自分自身が心からやりたいことをやれている時に感じられるものです。じゃあその心からやりたいことを感じられる時って、それは何なのかっていうのを見つけることができるのはいつかって言ったら、それは本当に何もやる気がしなくて、本当に何もやってない時なんですよ。つまり外からの情報が一切遮断されていて、ただひたすら自分自身の心の内と向き合っている時だけに、自分は本当はこれがやりたかったんだっていうことに気づくことができるんですね。その時にだけ他人の人生から自分の人生に移っていくことができるんです。他人からこれをやった方がいいよ、これをやった方がいいよ、これをやった方がいいよ、こういうふうに生きた方がいいよ、こういうふうに生きた方がいいよっていう人生から、自分は本当は何がしたかったんだろうっていうのを気づくことができるっていう、一番のポイント、機会、チャンスになるのが本当に何もやってない時なんです。本当に何もやってないっていうのは、そのテレビを見ているとか、新聞読んでるとか、本を読んでるとか、もしくはそのスマホをいじってるとか、そういったことすらやってないんです。もう本当にぼーっとしてる時です。もう目は開けてるんだけど、ほぼ寝てるっていうね。もうその社会生産性ゼロっていう、こう周囲の人から見たらなんか粗大ゴミみたいな状態。もうなんかちょっとそんなところでぼーっとされてたら邪魔なんだけどみたいな、そういう時が一番貴重なんですね。だから外の評価と内の評価っていうのはもう全く逆だって思ってもらっても大丈夫なんですよ。ね、外の人からするといい学歴とか、ね、いい会社、ブランド、権力、地位、名誉、お金、他人からの評価っていうのは高いかもしれないですけど、本人はですね、そういったものが与えられれば与えられるだけ、なんかこんなもののために一生懸命頑張ってるのかっていう、こう虚しさしか来ないんですね。で、逆に外からの評価が低ければ低いほど、それこそ本当に何も、何かやれば、何かやることないの、いや、何かやったらとかっていう時に、一生懸命自分の心の内と向き合ってるんですね。そしてそういった時に、外からの情報が一切遮断されている時に、自分が心から感じるものがあれば、それは本物なんですよ。それは人から与えられたものじゃなくて、それは本物の自分のやりたいことなんですね。だから自分が何にもやってない時間、何もやってない期間っていうのがあればあるだけ、他人に与えられた人生から自分で生きる人生に移っていくチャンスっていうのがあるんですね。だからそういう空白時間、空白期間っていうのを、決して恐れずに、堂々とそういった時間とか期間っていうのを確保するっていうことがすごく大事になってきます。で、そういったことが実は瞑想なんですね。瞑想っていうのは、なんかこう、足の形はこうですとか、手の形はこうですとかね、中指と親指をひっつけてとかって、そういうことを考える人がいるんですけど、そんなの本当どうでもいいんですよ。別に足の形とか手の形とかね、姿勢とか、そういったことが大事なんじゃなくて、大事なのは外からの情報を一切遮断して、ひたすら自分は何を思考し、何を心で感じるかっていう、そういうことをやれている状態そのものが瞑想なんです。もうぼーっとできてる時点で、すでにもう瞑想状態に入ってるんですね。で、瞑想してる時っていうのが一番その人の思考っていうのの抽象度が上がっていくので、その時に本当にこう直感とかひらめきっていうのが来るんですね。だから究極的にやる気っていうのはいらないんですよ。やる気っていうのはすごくなんか大事で、なんかこうやる気を出すとか、やる気があった方がいいとかっていうのが世間の常識だと思うんですけど、究極的にはやる気っていうのはいらないんですね。やる気が必要なのはなぜかって言ったら、やりたくない勉強とか、やりたくない仕事を何とかやろうとしてる時に必要なんですよ、やる気っていうのはね。本当は誰も連立方程式とか微分積分とかやりたくないんですよ。やりたくないんだけど、それをやらないといけないから、やる気っていうのを何とか出そうとするわけですよね。
もしくは自分が本当は一番やりたい仕事ではないけれども、その仕事は頑張った方がいいとか、やるべきだとか、やった方がいいと思うから、なんとかやる気を出そうとするわけですよ。だからやる気っていうのは、やりたくないことをやろうとするときに必要な気持ちであって、本当に心からやりたいときに必要なものではないんですね。本当にやりたいことをやれてるときっていうのは、やる気なんではなくて直感なんですよ。インスピレーションなんです。モチベーションではなくてインスピレーションなんです。モチベーションっていうのは、なんか外からの動機づけなんですよね。外から何か刺激が与えられて、要するに人参がぶら下げられて、それでやる気を出すっていうのがやる気だし、モチベーションだと思うんですね。外から与えられる刺激なんですよ、やる気っていうのは。そうじゃなくて、直感、インスピレーション、内から湧き上がる静かな情熱でやってしまうっていうのが本物なんですね。だからやる気はいらないんですよ。究極的には、本当にその人がやりたいことだったら、もう絶対にその外の人関係ないんです。外からの刺激って関係、今日天気がいいとか悪いとか、他人からどういうふうに思われてる思われてないとか、そんなの一切関係なくて、もうとにかくやっちゃうんですよね。内からどん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 こう情熱が止められなくて湧き上がってくるから、やってしまうんですよ。でそういうこう内からの情熱っていうのは、絶対に外から与えられるものではなくて、自分の内から出てくるものなので、外からの情報を取り続けてる間は一生気づくことができないんですね。で、自分が本当にやりたいこと、心からやりたいと感じられることっていうのは、何にもしていない、本当に何もしていない、自分に外からの情報を一切入れていない、その時に自分は何を思考していて、何を感じているのかっていうのをじっと感じられているときに、ああ自分は本当はこれがやりたかったんだっていうのを気づくんですね。それは他者から与えられた夢でもゴールでも目標でもなくて、真の自分のゴールなんです。で、その真のゴールっていうのが分かったら、もうあとはもう誰か何と言ってもやるんですね。なぜならやりたいから、もうやりたいからやるっていう感じなんです。だから外からなんかこうね、いろんな人からいろんなことを言われなくても、どん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 行動を移しちゃうっていう状態なんです。とにかく私たちっていうのは、自分たちが思う何十倍何百倍何千倍も他人の人生を生きているので、その他人の人生で一生終わってしまうのか、本当の自分の人生を歩んでいくのかっていう、その最大のターニングポイントっていうのは、外からの情報を一切遮断して何にもやらない時間っていうのをどれだけ確保できるかっていうのに、最も鍵があるということが言えます。なので、何もやる気がしない、そして本当に何もやってない、ね、他人からの評価は最悪、社会貢献性ゼロ、生産性なし、でもその時が実は自分にとって一番大事な時間なんだというのを、ぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。はい、もし今回の動画があなたの何らかのお役に立てたということであれば、グッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。隊長、YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です、これを見てください。67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているので、ビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。
2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。 YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に、10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。